はい、皆さんこんにちは、渡りくるびしです。では今回は信長の予防大使パープキット、本能寺の変リベンジ明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。前回最後ですね、蒲生軍と決戦に及んだんですが、停戦中のはずの秀吉がですね、背後で暗躍した結果、この戦いに敗北してしまったので、その復讐戦を今行っています。氏郷のこもる伊賀上野城に明智広子軍1万2000、こちらですね、を、出しています。これで今、兵糧攻め中です。そんな中、秀吉本隊が有岡城に向けて4万5000で進軍中。これを迎え撃つため、有岡城に明智軍が集結中という状況になっています。では、時間を進めていきます。うお、秀吉か。さすがに使ってくるよな、対面。まあ、しばらくの間、秀吉はね、戦っていなかった分、対面をここで発動する余力がありますね。みんな気合を入れろよ。間に合わなかったか。2部隊間に合ってないですね。なので7部隊で秀吉を迎え撃つ形か。なかなかしんどい戦いになるね。光秀軍1万5000、秀吉軍1万4000、部隊数はただし秀吉が9、光秀が7ということになっています。で、戦場には先着しているので、軍技力は、こちらの方が多いはず。なので、いつものように鉄砲水とか罠を張り巡らせていきましょう。あと、まいび。トントン、トンと配備しておきます。で、まあ、あまり意味はないですが、陣も張っておく。これでいいかな。で、早速、陣外をしていきます。上田隊2500で数が多いので最前線に配置。あと鉄砲隊をその次、ある程度広範囲をねカバーできるようにします。荒木隊も前線に配置。騎馬隊の利光は後方で待機。数の少ない部隊は遊撃隊として用意します。手を打ちましょう。ご命令くだされ。陣外が済んだら敵の迎撃に入りましょう。で、姉妹火に引っかかったな、秀吉が。秀吉だけじゃない、2部隊引っかかってくれてる。これは大きいな。荒木隊を前線に出しておきます。ご命令くだされ。敵の居所。よし、さらに参り。秀政が引っかかったな。で、ここにいるのが大谷義次隊か。さあ行こうぜ。手を打ちましょう。始めるぞ。敵の居所。ちょっと待ってね、大谷隊を先に壊滅させることができそうだな。後藤又兵衛の戦闘力118、鬼だな、まさに。覚悟してもらおう。やりたい、前。又兵衛隊を壊滅させるのは、大谷隊を壊滅はできなかったね。であれば、一旦引きこもりましょう、川の中。無理はしない。そしたら全体的に下がって鉄砲水に敵を引き込みます。哀れな弱き者に死をもって報い。さあ都会してこい。鉄砲水を見舞いしてやろう。ご命令を。覚悟は良いか。やりたい、前へ。よし、鉄砲水に秀吉が引っかかった。これはでかいぞ。やりたい、前へ。大返しでスピードが増すときついよな。やりたい。じゃあここで大谷隊が完全に都会してきちゃってるので、大谷隊を壊滅させましょう。攻撃を集中します。手を打ちましょう。で、雨が止んでいるので、もうこの隙にね、鉄砲台を使いたいんですが、鉄砲台がもうすでにほぼ壊滅しているので、大谷隊の壊滅を優先しよう。よし、大谷隊を壊滅できた。また米隊もだいぶ削ったね。さて、そしたらどうする？一旦また陣形を整えましょう。無理はしない。やりたい前へ、やりたい前へ。ご命令ください。始めるぞ。修羅となりて敵を焼き尽くさん。下中覚悟せよ。始めるぞ。覚悟してもらおう。秀吉は後方最高峰に下がってるので、まあ、ここで秀吉を追うタイミングではないですね。下中始めるぞ。ご命令ください。時には大胆に攻め込まねば。さあ、ここからだな。味方の損害をできるだけ少なくして、このまま勝利の流れをつかみたいので、斎藤利光隊を温存しよう。貴重な騎馬隊なんだよね。で、鉄砲隊も前に出して、鉄砲を撃ちまくっていきます。叩き潰せ。やりたい前へ。修羅となりて敵を焼き尽くす。まだ総攻撃のタイミングじゃないんだよな。ちょっと敵の数全体的に減ってはきているものの、まだ総攻撃のタイミングではないが、味方の数もちょっと厳しくはなってきてるので、ちょっとタイミング早いですが、秀吉隊に向けて総攻撃を開始していきます。始める。清正隊を壊滅させた。秀吉隊が逃亡するようであれば、周辺の部隊を撃破して回ってきます。俺が隊が壊滅。足軽隊踏ん張れ。ただ秀吉隊を壊滅させるには十分だな。また米隊も壊滅させた。よし、ここは追撃戦に入りましょう。最後は三井での本陣で、秀吉の本隊を撃破しています。味方の存在もバカにならないほど出てますが、秀吉隊をここで壊滅できたのはでかいですね。破れし者は朽ちるのみ。敵将吉春を打ち取ったな。そしたら残りの敵兵、少ないところでいうと飯盛山城の900。飯盛山城の攻略を先に進めますか。待機する。で、そうこうしてるうちにそろそろ蒲生が下ると思うので、蒲生が下るのを待ちます。表情は対名と軍事とが欲しいからな。バランスよく取っていきましょう。欲しいのは取ってあるので、このまま進めて三井での本体、これを飯盛山城に出します。大谷義次は950で守ってるんだな。これを奪い取りましょう。で、伊賀上野城は奪い取りました。この城もらい受ける。おお、優秀優秀。武将が右近は戻してあげましょう。蒲生氏郷統率99、武勇100。さすがだな。あとは、柳生石州祭、五右衛門とかね、宗則とかも揃ってるので、まあ、相当戦力が補強できたんじゃないかなと思います。じゃあ、照子隊は一旦騎乗させましょう。で、戦力を補強しておくために時間を進めます。強行で67日か。結構しんどそうだけど、ここは67日かけて、飯盛山城を取ろう。日野に全然武将、部隊が入ってないな。浮田の滅び早かったな。長宗我部に目をつけられてから、滅びるまでが早すぎる。きたー、信勝さん。信勝さんがここで挙兵か。いやー、返してほしいけど、まあ、そもそも、長宗我部に貸した兵は西側なんであまり意味がないんですよね、返してもらったところで。大垣城に32000。いや、32000はちょっと多すぎるわ。32000は多いよ。大垣城、沢山城って考えたときに、大垣城は、そうだな。一部隊に集中させて、その代わりもう一部隊。114は話にならないな。そうなるとやっぱデホでいく？どんだけ兵を集められるかですね、もうここから先は。蒲生氏里が早速、出陣してくれる。16000。これで、どうする ?16000 対16000。まあ、勝てない戦いにはならなそうなんで、なんとかこれを退けていきましょうか。出陣します。報告いたします。先月の収支です。兵糧はなんとか持つかなという感じはしますね。いや、本当にきつい戦いになってきたな。武将の配置は、そうは言ってもしておこう。伊賀上野城に武将の配置。ここには柳生一族と士官年数がそれなりにある信頼できる人。細川藤孝を派遣しよう。で、恩賞も明け渡えておく。あと、蒲生氏里とかね、離れられるときついんで、氏里にも出しておきましょう。はい。ではちょっと今回短いんですが、新たな局面に戦いが入っていきますので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回は、まずは、飯盛山城で、秀吉のね、拠点の一つ、これを奪還するというのと、大垣城に攻め寄せてくる信勝軍3万、これを撃破していく迎撃戦を行っていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。